はい、藤田博之です。今回はですね、少し解説をしながら、私の解説を入れながらやらせていただきたいと思います。カポレーの、5番ホール、パー3ですね。右からの、風をちょっと悩んでますが、右からの風に乗せて、ちょっとショットしたいと。ちょっと捕まってしまいました。いや、全然練習通りがないこれやはりコースに出ると、少しフックをしてしまうと。フェードでぶつけようとしたんですね、風に対して。でフェードに入れようとしたら、ちょっとクラブが寝てしまったということですね。こうやって調子が悪い日もあるんですよね、ショットがね、はい、この悪い中でもやっぱりこのスコアを作っていかなきゃいけないっていう、はい、我々のね、こう難しさだから、そういう時にやっぱりこのショートゲームっていうのがすごく大事になってきたり、はい、グリーンを外したので、悪い時にどう修正していくかって、もう時間はどん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 過ぎてってるんで、パーをセーブしていくかと、どう修正をするかっていうことですよね。だから自分自身をどう掴むかっていう、どういう風になってるかとか、まあこれで急に良くなってもうね、ショットが曲がらもう完璧になりましたみたいなことはあんまりないんで、はいはい、だけどなんとかしなきゃいけないっていうね。で今後どういう風に、まあ、何を見つけてどういうふうにするか、まあ日々こうやって、自分をどうしていくかというのをやってるんですけども、まあここでは、このアプローチをしっかり寄せてパーをセーブすると。はい、グリーン面を見て、速さをつかんでボールのイメージもここでは出てますね。ドラフなのでどれぐらいの強さで入れればいいかという素振りをやって、あとはイメージを作って打ってます。ちょっと思ったより強く出たんですね。ナイスアプローチです。ですが、まあグリーンの状態が、柔らかくて止まってくれたということですよね。まあこういうこともありますね。しかし手前に止まっていると。まあ点が出た分左じゃないところですかね。左に落とす位置、これはもうまっすぐ、ほぼまっすぐの上りのラインですね。ただちょっと油断すると外れやすいので、しっかりインパクトしておりますね。ナイスパーです。はい、出ます。はい、こうやってパー拾うことが非常に大切です。6番ホールですね。ここはフェアウェイはちょっと途中で途切れてて距離はないんだけど、まあ、右にバンカーがあります。なので、まあ、できれば左サイドですけど、左サイドのラフには気をつけながらフェアウェイにアプローチをしていく。アゲンストなんで、まあ、スリーウッドで打てばフェアウェイ、フェアウェイギリギリまで、持っていきたいというイメージですね。でフェアウェイも、右に傾斜しているので、フェアウェイの左サイドからちょっとフェードで持っていってますが、どうなんでしょうかね。前に落とすために3ウッド、はい、だったんだけど、ちょっとね、飛びすぎました。飛びすぎましたね。飛びすぎて、ラフまで行ってしまったと。ちょっとここまで行くと、左足下がりも入ってラフからなので、少しね、確率的にですけども、なんとか。斜面に逆らわない素振りを今やってましたね。でそこからうまくボールにコンタクトしたんじゃないでしょうか。
そして弱い弱い弱い、ちょっと当たり悪かったかな。うまくいかんすね。結構残ってましたね。結構残ってて、ちょっとショートですか。はい、ショートですね。打ち切れずパーと。まあウェッジのショットだともう少しね、ワンピンできればつけたかったですね。はい、7番のパー5。パー5ですね。ストレートだけど、ちょっとこうヘアウェイアンジュレーションがあって、まあ、ティーショットの落としどころが難しい。右だけはちょっと行っていけないっていう、ね、右に外すと、少しね木がスタイミーになったりして、いいとこまで運べないということがありますから、ヘアウェイの傾斜も利用しながら左サイドから攻めたいホールですね、ここは。おー、良さそうですね。いい音しました。アゲンスに対していいフェードが打てた。パワーフェード、フェアウェイセンター243ヤードですね。ちょっとアゲンストなんで、グリーンまではきついかな。グリーン手前まで持ってってアプローチで寄せたいというところなので、しっかりと芯に当たる球。ちょっとねこの位置は左足が上がっているのでボールが捕まりやすいですからね、それをどう処理するかですね。あ、トップしてますね、これは。右ちょっとヒールトップですね。ちょっと砲台で、アゲンストが救いだね。で、約どう40ヤードぐらいですね。40ヤードラフアゲンスト砲台。でもこのカポレーの芝は非常に粘っこいから、距離を合わせるのが難しいです。しかもバンカー越え、他に負けないよ。基本的にはちょっと自分のイメージより大きめにスイングしたけど負けてる。ショートですかね。ちょっとね。感じでしたね。53度で負けてました。ちょっとしっかり当たってなかったかもしれないですね。今結構自分の中で完璧なとこ落ちてんだけどな。あ、完璧なんですね。風がこの辺りからちょっと強くなってきましたね。良かったです。ナイスパーです。はい、お願いします。8番ホール、ちょっと長めの今日のピンの位置で180ヤードのパー3ですね。風は右からで、ちょっと難易度が高いですね。グリーンの右端ぐらいから風に乗せて、乗っかって、ピンの方にこうアプローチして、行けばいいかなというふうな、ちょっと狙いですね。こんな感じで行ってみたい。軽くこういう場合っていうのは少し、基本的にはドローをイメージしてます。右の風に。ドローで当てていくというようなイメージですね。
ああうまく右に出してボールが、あ、いい状況だけどね、ちょっとアゲンストなのでね、右からのね、そこに負けたんでしょうか。うまく打ってましたけども、でアプローチ基本は転がしですから、キャリーをちょっとさせそこから転がり使います。いいアプローチですね。まあ、できればカップをオーバーする方がいいんでしょうけども、ちょっとアプローチがショート目にはなっておりますね。うん、ナイスパーです。なんか寄せワンがここ3ホール続いてますけども、ちょっとバーディーチャンス欲しいですね。いよいよ前半の最終ホールです。はい、はい、左の奥で左に池があるんですね。池があって非常にこう綺麗なんだけど、まあ、ハザードがあるということで少し難易度が高いですね。うん、まあ、いつもは練習で左からのこういう風吹いたらもう左のコーナーからフェードでって思うんですけど、まあ、今日はこういう動画撮っているので、まあ、フェアウェイセンターから風でフェアウェイ右サイドに少し気合寄りの考えていってみたいと思います。ちょっとセーフティーに行くってことですね。5番ウッドで、まあ、ヘアウェイの右サイドでもいいと、少し保険をかけて打つっていうことですね。ちょっと思ったより開いてアラフまで行ってしまったと、まあ、試合でありがちな状況でございますね。今の風のあれも影響もあったんですか。いや、まあ、風もあるんだけど自分が開いてるから余計曲がってる、ね、いくら風があってもね、はい、マシンを振ったボールって意外と曲がらない。だけどちょっとその風に対してこの左側の風にスライス回転当てちゃうと、はい、ガーって持っていかれるのね、やっぱ強い風はね、はい、だけどその右からにフック持つ。だけどこういう風でも本当にマシンでスクエアに当たったボールってそんなに曲がらない。だからそういう風の時ではそういう練習になるよね、はいはい、それフェードっていうか、まあ、うん、藤田さんのパワーフェードっていうのは、うん、まあ、左からの風でも全然、うん、あ、そうそうそう、曲がらないよ、曲がらない、うん、フェードでもドローでも、まあ、そういう、その特性っていうか特徴というかね、はい、さあ、ラフからですね、ちょっと逃げすぎて右ラフまで行ってるんで、ライはいいんだけどだいぶ風も強くなる、うん、強いですね、風が。今日はグリーンの奥にグリーンがあって、100メートルぐらい左手前に池がグリーンの奥から、あそこは入れちゃいけないんです。左からの左から攻めて130ヤードでアゲンスト、このアゲンスト11ぐらいからですね。これだけ強いと10ヤード以上影響がね、10ヤードは影響があると思うんで、140から140ちょっとをイメージするとそうですね。今日はちょっと左から風に乗せて140ちょっと、お、いいバランスですが、え、ちょっと右に流されすぎたと、うん、まあグリーンには行きましたが、風に流され、だいぶ右に流されたということですね。バーディーチャンスがないまま9番ホールに来てしまいましたね。そしてこれは、はい、
ナイスパーです。パーですが、ちょっと残念なパーでした。